はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長野望大使、ウィルパーブキと関ヶ原の戦いシナリオの、ね、ね、忠臣蔵といえば、ね、あざの匠の神といえば、ね、あざの長政っていうことでですね、まあね、あれですね、あざの匠の神の先祖ってことですね、で、やっております。ということで、いきなりね、まあ、喧嘩売っちゃったんだよね、徳川にね。なので、領土かなり取られちゃった。取られちゃったんだけど、一応、拠点となる小田原、ね、八王子、まあ、国峰と、まあ、そこら辺は取ることができました。ただ、小諸、上原、甲府、この辺は取られちゃったかなっていうような感じですね。はい。ただ、その代わり、まあ、そこら辺の、まあ、3箇所は取って、まあ、分断はしましたよ、ということで。これ、うまくやっていかないと、これは、ちょっと厳しいかなっていう、武将が足りなさすぎるっていうのがね、あってね。で、また、こっちの方にはね、ちょっと自分らも領土があります。いっぱいあります、領土がね。はい。こちらの方ね、一生懸命取りました。この、あれですね、岐阜。ここにいるね、織田の二人にね、頑張って走ってもらって、うん。走り抜いて取ったって感じ。今、武将が足りないんで、こちらのちょっと武将狩りにね、向かってる状況ですね。はい。という形です。うん。で、将棋進めて。かしこまりました。じゃあ、お城作りたいんだけどさ、作ってもさ、一人で守れるお城以外だったら意味がないんだよな、これね。うん。武将がいないから、その人数分集められないんだよね。いきなり本丸で戦う感じになっちゃうんで、まあその辺はしょうがないかなと思うんで諦めます。うん。はっ、種まきやっとこう。はっと、まあじゃあそれでこっちをね取り行きましょう。まだここはできない。うん。ちょっとなんかね、軍馬戦国を起こすとかなんかね、すごくねあれを言ってるんですよ。でかいこと言ってます、真田とかね。武将がいないから、お前ら城があったって意味ないだろうと。ね。うん。軍は戦国内で起こせよって言ってきてるんだよね。うん。それはちょっとひどいかな。うん。あ、真田、あ。ほら、軍は1400起こせって。うわ、うるせえな。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。こんなこと言ってたらもう気持ちよ。かたじけない。潰してやろうか、もうこれ。軍配よこせよこせ、うるさいから。9400。37か。ダメだな。ごめんなさい、するしかないな。これは、交番するの待とう。うん。こっちの武将を取ってからだね、多分。参ります。出陣します。うん。本当はこっちも行きたいんだけど、こっち行くと、豊臣と喧嘩打っちゃう、大谷行くと。こっち行くと、織田と、喧嘩しちゃう。うん。なので、織田は、今頑張ってもらったんで、で、あと、ここら辺で、ね、盾として使えるんで、あと行くとしたらここだね、うん。兵庫県。ここ行ってみようか、行ってみようか。これ、部署何人いる？兵庫県。兵庫さんは、3の3で6人か。ただ、家康が飛んできそうな気がするんだよな。ちょっと行ってみようか。我が部、その身で知るがよい。力を貸すぞ、力を貸すぞ。ああ、力貸してくれてるね。これは前田家通称結ぼうか。かしこまりました。これも堀家も通称結ぼうか。かしこまりました。うん。さ、こんな方から来なくていいから、77巻も帰ってこないで。うちらは一つの部署に、一つの後ろに、ね、部署一人しかいないんだから、ね。あれだよ、そんな。9700？
ビリヤさん来るか。こっちから行こうか。出陣しよう。こっちから行けば多分来ない、家康くん多分。で、こっちから、お城借りてもいいかな？そういうレベルかな？援軍で。うん。また貸してくれるしね。うん。いよいよ。こっちから向かわすとこ。じゃあ攻めとこう。で、強行44か。いいね。うん。まあ、ここら辺からさ、サクッと借りてってもいいね。でも、3号しか知らないっていうのはきついね。報告します。先月の収支です。これより、表情を始める。商業と対名だね。41、30、27。これにて、表情を終える。交渉術、これ取っとこうか。うん。あ、農兵帳で取ろう。ご命令ください。護衛相談遅いからね、この家ね。商業を進めて。かしこまりました。取引を行いましょう。手紙取引。我が志、必ずや果たしてみせる。仰せの通りに。いいね、うまかどうか。取り計らいます。じゃあ進めていこうか。またまた11,000。11,000。これはどのぐらいだ？行こうか。8,800か。しょうがないな。じゃあ、これはあれだ。うちら兵糧いっぱいあるんで、援軍借りて、どこの援軍借りよう。ここら辺の援軍借りる？群馬1,300で貸してくれる？じゃあ借りよう。で、合流で、これで行こうか。ここで当てよう。うん。進むのだ。僕は1万でしょ。うん。だったらこれでいけるんじゃないの？うん。ただ兵糧の消費が激しいな。報告します。先月の収支です。ご命令ください。取引を行いましょう。ありがとうございました。うん。護衛しようか。5,000いる。ここも5,000いるよ。6,000。はっ。まあ、本官じゃいないだけいいね。うん。で、あとさ、進軍しようか。進軍これできないの？お前。堀家とは進軍。交渉か？今の。進軍できるの？同盟可能。同盟でいいや。かしこまりました。で、堀家とも、進展しよう。かしこまりました。で、あと進展、あ、堀家徳川家とあれか。あれ、堀家徳川家と同盟なのになんでうちらとあれなんだろう。あ、徳川と仲悪いんだ。待てよ。徳川。
うちらがなんかちょこちょこやってるから。か。どうしようかな。上杉と進言してもいいな。承知いたしました。上杉と進言して同盟結んでもいいかもね。うん。じゃあ進めていこうか。兵糧何日持つ？あと50日ぐらいじゃないこれ。80日か。じゃあなんとかなるかな？集まるの、あと何日だこれ。あと61、うん、なんとかなるね。じゃあ進めておこう。商業も進め、あ、商業進めてないか。はっ。よし、来たこれ。立ちはだかるなら、打ち砕くのみ。武将が、念願の武将が入ってきました。うん。ね。あの、1,2,3,4,5,6,7,8,9。10、11時間は12ぐらいかな、わかんないけど。まあ、それなりに。ね。あの、能力は低いですけど、弾数がいればね、いいんで。うん。いいんじゃないのかな。そしたら、富田家、そろそろ、壊しようか。かしこまりました。じゃあ、これ、解散で。そしたら、水家どうなの？水家って。水家もあるか。豊臣と仲良しか。豊臣だもんね。あ、そしたら、豊臣と同盟結んだら、細川家を取り行っちゃおうか。これが一番だね。今、親善条件はどのぐらいだ ?80。違う。あと1ヶ月。今月末で同盟結べるんで、それでいいかな。報告します。先月の収支です。はい、じゃあ、同盟結ぼうか。王将で。同盟。12ヶ月。かしこまりました。10ヶ月でいいよ。うん。ああ。同盟裏切りっていう方法もあるね。それで武将一金ゲットっていう方法もあるね。こいつら、トヨタにいっぱい持ってるもんね。まあ、そんないっぱい貸してくれるかな。同盟ぐらいで。貸してくんないね。そう、ここまではいっぱいよね。はっ。で、やってる最中に多分、徳川に攻め込まれるね。徳川とさ、同盟結べないかな。徳川と親善したいね。130、怒ってるから無理だろうね。うん。じゃあ、兵糧買って。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございました。仰せの通り。じゃあ、こんな感じかな。じゃあ、進めていこう。あ、歩兵ここやってないね、多分。ちょっと6000ぐらい入れとこうか。あ、富武。あ、交渉してるね。問題ないね。で、今、同盟を結んだから、同盟さえ結べちゃえば、ね、あの、ここ、12人、細川家がいるんで。あれ、これってどこ？徳川家こんなところにいるんだ。そしたら、ここら辺も一緒に叩き潰さなきゃなんないってことだね。うん、そうだね。ここら辺も。そしたら、それなりに兵持たなきゃなんないね。じゃあ進めてこう。皆の力、合わせよう！勝てるね。
なんでこれ負けたの？ありえないんだけど。ありえないんだけど、今のこの負け。うちらのは全然兵多かったぞ。質の差だね、多分。質の差だね。報告します。先月の収支です。これより表情を始める。商業と対面でいいね。32、28、27。これにて表情を終える。商業2マス進めるね、これで。ご命令ください。武将の質の差、これは考えてなかったな。かしこまりました。闇取引。我が志、必ずや果たしてみせる。ろろもう、怖な金が終わっちゃうよね。ありがとうございました。家康君がまた攻めてくるね。取引を行いましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。同盟結んだら、ちょっとこっち行っちゃおう。おっと、またそう。いいね。じゃあ結べたんで。我が部、その身で知るがよい。力を貸すぞ。ちょっと待って、みんな力貸してくれるんだけどさ、同盟いかにもすごい。はっ。うん。で、堀家が、これ、あれだ、同盟結べれれば、同盟の友達は友達作戦で、あれだ、これ、家康くん、うちら攻めてこなくなるわ。うん。だから、堀家の友達じゃないところをバーッと攻めていくことができるね。いいんじゃないですか。じゃあ、家康くんは、まあ、これで、どうだろう。あんま、こんな遠いところいらないからね。ちょっと近場だけで遊びたいね。うん。近場だけで。半舞台。出陣する！これでいいでしょ。うん。ウイスに導入します。報告します。先月の収支です。ゲチオ。いいね、いいね、いけるね。堀家落とせるんじゃないの。あ、堀家じゃない、このね、戸塚家ね。うん。じゃあ商業進めて。取引を行いましょう。買えなかったか。じゃあしょうがない、進めよう。オッケー。おー、いいべ。いいべ。手段は選ばぬ。勝つためならば。あー、これ負けちゃうわ。負けちゃうな、これ。しまう。徳川には宣戦布告できないんだよね。徳川に宣戦布告するとさ、せっかく堀家とあれがなくなっちゃうもんね。解消しちゃうもんね。これ集結できない？ここに。ここに来てくんない？これはこっち行かなきゃダメってこと？後に続け！
ここの城借りよう。あれだ。援軍要請で、この城借りよう。もっと返してくれる？兵糧4000。それはダメだ。軍馬1000で。あれ？田辺城。ここに集まって。解除で。3人寮。あれ？ああ、こっちの舞台も来るってことね。OKOKOK。16,900。勝てる。後に続け！参ります。後に続け！いいでしょう、これで。これで、集結もね、綺麗にできたかな。で、まだ、一応出そうと思えば出せるね。違うな。部分騎乗させて、この辺騎乗させて、合流でまたやり直そう、ちょっと。これでマックス持ってこさせよう。後に続け。参ります。で、23,000マックス踏み込んだんで、いいんじゃないのかな、これで。いいでしょう。じゃあ進めてこう。これで勝てるんじゃないのかな。これ負けたら知らんけど。報告します。先月の収支です。ご命令ください。織田の援軍あと1ヶ月です。織田？借りてたっけ、織田に。ああ、ここか、借りてたね。これは、こっちから出そうか？ここ行きたかったんだね。いやー、ダメだ。一回ですよね。諦めよう。また後でにしよう。ここを攻めるの。さっきこっち攻略だね。ということで、第4話ね、この辺でね、終了になりますけど。とりあえず、内政だけやっちゃおうか。商業を進めて、農業ね、農地を増やして。かしこまりました。取引を行いましょう。かしこまりました。かしこまりました。増えなかったね。はい、ということでね、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。